やったー。カメラワーク頑張ってる社長。社長いつもありがとう。いいんだよ。いいよ。愛してるぜ。いいんだよ。愛してるぜ。いいんだよ。いい声を残そうとすな。ドミニコさんはどういう風にしたいかっていう。俺はもうマインちゃん全開を出したい。ハッピーハッピーハッピーとか言って言わせたい動画で。なるほどな。なるほど。それで。俺だけなんだよ、電車上がってんの。いやいや、そんなことない。もちろんの話で。あ、ちょっと赤信号だよ。おい、今渡れたやろ、お前ら。もう顔落ちてるから、これ逮捕。カメラあるからって、お前ら。こんなにしてなかった、渡れたやろ。信号を守らない男なんで。みんな気をつけて。なんだよ。はーい。チュンチュンチュン。しかし、ちょっとです。やめろです。よしきです。これからね、コンビニ子さんと飲むんですけれども、楽しみ。超楽しみ。たくさん酒飲む。そうだね。ハッピーハッピーハッピー。ちょっとゴミみたいな居酒屋入ろう。いいぜ。やっぱ俺らゴミだし、ゴミ好きだし。そうだな。あっちゴミの匂いするわ。本当に。ああ、そうそう、ゴミみたいな方向行こう。あのコンビニ子さん、ちょっとお腹痛くて今うんこしてるんですよ。俺らで先に入っちゃう。何やらに。なんか撮影してる、撮影してんの。マジ？クッケンと言った。見なかった。マジ？いや、じゃクッケンとあったね。あったね。なめろ。あまりにも陰キャ感出てて、全然気づかなかったんだけどね。よく見たら、あ、クッケンと。俺マジで分かんなかった。で、最初。てかやっぱ改めて見たら、なめろお前似てるよ。なんか前振りがさ、陰キャ感すごいからのだから。陰キャ感。あんま嬉しくないけどまあ嬉しいね。そうだ。ありがとうございます。やばい、ここに、なめろう、ここに、よすけ、チコちゃん、そわそわしてる。やったどうします？一杯目。はい、これ、スタートに行きたいんですけど、ちょっと距離、病院で、はい、手を飲むなって言われちゃった。お腹系？ドクターさんの肝臓です。うわ、やめよう、お水にしよう。ということで今日は飲めません。超嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。いやだってめちゃ緊張してたもんね。何？すいません、すいません、ジンジャーエールを一つ。いやーすごい社長。すごい社長の動画に出てるよすけです。あ、よすけさん。私がなめろうです。あ、なるほど、見ていただいて。ありがとうございます。真摯です。めっちゃ見てくれてる。ゲロと吹くんです。俺そこまで言ってない。解放吹きますけど。あ、じゃあすいません、ありがとうございます。お願いします。ちょっとお体だけ気をつけて。ずっと聞きたかったんですけど、好きなタイプは福原遥かな。あ、女の子のタイプ。女の子のタイプ。福原遥かさん、正直顔まんま分かんない。あ、顔分かんないやつ。顔分かんないやつ。絶対スタイル。モノマネってなんか、俺はフレーズだけ聞いて、見ないんですよ、本人。なるほど。やった。自分なりのマインチョン。なるほど。顔は、でも、こうしてこうやるじゃん。あれが好きで、佐野ひな子さんもめっちゃ一緒じゃん。すごいね。高校生の世界ずっと言ってたよ。高2から好き。あ、そう、俺も高2から。ストリートのなんか、スナップかなんかに制服姿で見せてた。一緒かも。入り一緒かも。当時高校生しか読まないようなよくわからん雑誌に頼みを。わあ、めっちゃ見てた。そこで俺さんと出会った。出会い一緒。出会い方一緒。出会い方一緒。もともとこいつが裏垢やってるのとかも最初こいつ言わずにこっそりただやってて、で増えてって今こう Tinder とかやれるアプリ結構ある中で今一番熱いのは Twitter だぜみたいな。じゃあ歪んでそうです。歪んでます。めちゃめちゃ歪んで
歪まされた感ありますね。あいつがいい。ちなみにコンビニコさん歪んでる。僕裏アカですと繋がってるんですよ。めちゃくちゃ。すごいですね。まあでも、僕は歪む。そう聞きたかったのが多分結構聞かれてると思うんですけど、こうやってあのアイディアとか、あそこで料理をして、いや僕料理好きなんです。あれで、でも料理できないっていう悩みを矛盾を抱えてるんです。好きだけどできない。俺めっちゃ好きそうどうしたらいいんだろうみたいな。あの料理めっちゃ好きな、カニ休みのジレンマみたいな、抱きしめたいけど抱きしめられない。カニめっちゃ好きなのに甲殻アレルギーみたいな。めっちゃ好きなんですよ。ユーチューブは好きを表現者お仕事にするところだってなんか偉い人が言ってたから、あ、じゃあそうだと思って、俺好き、料理好きだからできないけど料理しようと思って、でもできないからまあとりあえずじゃあできるところから始めようっつって、最初そのコンビニ飯をチンして皿に盛り付けるっていうだけの料理動画を撮って。僕もなんか裏垢女子にしたんかしら。どういうこと？高校の時とか隣のガス灯のすごい怖い先輩がめちゃくちゃなのか、俺は喧嘩を売られます。怖い、怖い、別に喧嘩できないし、どうしようと思って裏垢女子になって怖かった。Facebook でアカウント作って結構そういう女の子の、でそいつにエッチな DM しまくってで、まあ向こうがチンチンの写真とか送ってくるじゃないですか。それスクショしてそいつと同じ学校のやつにバーって送りまくって、そうでもいいの。そしたら半年後にそいつ退学したんだ。悪い別に、ね、喧嘩で退学別に、まあ俺が追い込んだわけじゃないよと俺は思ってますけど。いや、教えてほしいんですよ。あの、何のカメラが良くてみたいな、何のマイクが良くてみたいな、こだわりあるじゃないですか。俺全然こだわってないです。足です。ネットで、それ一番聞きたかった。ネットでコスパいいカメラあったらいい。なるほど。じゃあこれで良かったんだね。正解は。これ何？これ Amazon で評価と口コミが一番良かった。あ、もうそんな感じ。今じゃあ2人でやられてるんですか？うん、ほぼ俺ですけど。あ、そうなの。編集コミニコさんですよね。ほぼ俺です。まあ、僕がなんかあれを見て、ああいうの撮りたいなと思ってパクりました。見ました。見ました。なんかモーニングルーティン。あ、そうそうそう。雰囲気めっちゃ好きって言ってたからね。これはパクりたいと思って。どう思ったのか、ちょっとくらい言ってたやつ。パクリやんみたいなのか、やってんなこいつなのか、嬉しいかな。あ、でも嬉しいですよ。あ、よかった、その言葉。救われた。嬉しいが一番勝つでしょ。まあ、やっぱ真似してくれると伸びますからね。あ、そう。来たら。今日の本題忘れてた。企画を決めなきゃ。なんか、あ、なんか、それですよ。はい。陽キャですもんね、皆さん。まあ、言うなり。陽キャじゃない。まあ、いいなんでしょう。まあ、合コンとかしたことある勢ですから。そういう動画、そういう動画を出させてもらったんです。嘘なんですか？いや、本当じゃない。本当、本当。合コンめっちゃしてるんですよ。あれ、嘘なんですよ。めっちゃあります。本当です。むずいな。自分で陽キャっていうのはずい。そう。いや、お前らよかよきゃだよ。お前もよきゃだよ。プロデュース企画、エビジャのエビジャックとかがよくやってるのは童貞プロデュース企画やってますね。まあ、あの作りで、Tinder を例に挙げたって、俺の後輩で、まあ、チームちょっと、今年は3チームで分けてもらって、2人 2-2 とかでついてて、俺らにで、プロデュースして、どっちが Tinder でマッチできるなり、アポ取れるなり、まあ、ちょっと基準は決めないと思うんですけど、まずこういう内容を、なんで志向者さんチームがコラボとして、例えば俺、エビスジャップも仲いいんですよ、その前飲んでましたもん、ね、仲いいのに、なんでエビスジャップとそういうコラボの話をしないかっていうと、エビスジャップのリーダーは。確実に、富士は、俺もそうなんですよ、で、どうなるかっていうと。が一緒に仕事をしようとすると、まず仕事になんないんですよ。もう絶対無理。もう分かりきってるんですよ。もう予定立てて、今日めんどくさくね、あーやめようぜみたいな感じになるんですよ。もう LINE すらまともに続かないし。あー無理なんですよ。あーなるほどね。無理なんですよ。だからどっちかがまともな人がいないとダメなんですよ。で、エビスジャップはマジまともな、まともというか。じゃあ誰が一番まともなんですか、あの3人なら。
富士森山消すんだから。いや、一人もいないです。マジですか？あ、カメラマンの子とかじゃない。そうなんだ。これもう言っていいです。これはもうエビスジャップいくらでも悪口言えるから。まあ大好きなのさ、クソ陽キャな。優しいんですか、フォロワーには。優しくし、まあ、今のところ誰も抱いてないです。あ、抱いてないんですか。いや、そんなこと聞いてるんですよ。優しいの。優しいとは、優しいとは。優しいって言ったら。いや、まずなんか制服って分厚いじゃないですか、多分生地が。学ランとかそうだけど。痛いじゃないですか、多分肌に触れる。もう嫌ですね。何が一番いいですか。え、普通何が一番いいですか。話全然違うことだ。それは分かんないですけど、まあ、生地は白くがいいです。肌触り大事。肌触りだ。シルク、シルク、布がいい。布がいい。布がいい。布がよければ全てよし。気持ちいい。まあ、なんか YouTuber 有名になるとエビスジャップがそうらしいんですけど、ファンがファンだっていうのを隠して抱かれに来るらしいです。あー、なるほど。なんかエビスジャップが言ってたのが、一回その会ってこいつ怪しいなみたいな、こいつ俺なんて知ってんじゃねみたいな、知らない体で話してるんですけど、なんか一回いきなりなんかお願いしますやったらしいです。そしたら向こうがこう手が出たらしい。めちゃくちゃ知ってる。女の子が手がこう出ちゃったらしい。おーいみたいな、知ってんだろみたいになったの。それやられただけでこれを出るって相当見てる。それちょっと俺らもね、作んなきゃないからね、俺らね、判断するための何かを。あ、じゃあ誰が天才だと思います。藤井君。やっぱ天才なんだ。天才というか、まあ、同種です。あ、でも、うん、久々に、あ、同じ人類と会ったね。会って、あ、一緒だってなって、ずっとなんか分かる分かるみたいな。一緒ぐらいですね。それ、会ったのは何きっかけなんですか。まあ、もうなんかずっと昔から、もう半年以上前から年数じゃないご飯行こう。あー、ようやく半年かけて実現しちゃった。お互いのね、ずっと言うだけなさ、お互い行きたいねーみたいな、ずっと言うだけだ。これは会いたいですとか 日付指定されたら会うんです。あー、でも要はレール引かれないと走らない。あー、でお互いそうだから。あー、でもレール引いてくれないから2人とも。だから会った時にもうほんとずっと会いたかったんだよってめっちゃ気持ちが持ってるからね。お互いお互いずっと会いたかったんだよみたいな。バラバラ会えなかったなんでだろうなみたいな。あ、結果というか藤君がポンコツすぎて結果最後ちゃんと会う約束取り決めてくれたのはケス君。あ、そうなんだ。なんか当初の予定だと俺はコンビニコさんをマジでベロベロにさせて、あ、そうなん、ハッピーハッピーを引き出してやるみたいなのが。あ、そうなんだ。すいません、マジで申し訳ない。バリバリ肝臓やられてマジで申し訳ない。大丈夫です。超申し訳ない。大丈夫です。あの、酔っ払ってなくてもハッピーハッピーハッピーに出せると分かったから。あ、大丈夫です。やりますよ、一回。言ってくれたらそろそろって言ってくれたらあんまやるんで。あ、そのタイミングを。あ、言ってください。もう全然スッとスッとやってくれる。で、田舎がすごい好きで、僕嫌いなんですよ。まあ、渋谷大嫌いなんですよ。わかる、大嫌い。マジで嫌いなんですよ。本当になんかすぐ渋谷集合とか言い出して、マジで全員ぶっ殺してやろうか。か、入ってます。いや、入ってます。何ですか。誘われて、聞いたら、ダメですって言われて、あ、じゃあ入らない。気持ちいい。ちょっとね、気持ちいい。あと一番嫌だったのが、毎月1回定時会計。ああ、そして一番向いてないやつ。一番向いてないやつ。やめたい時にやめれないから意味が分かんないみたいな。何言ってもないと多分マジで俺と真逆だと。俺こうな、結構こういうメンバーがいて、多分5人ぐらいで仲良くて、その中で一番保守的な人間だから。あ、でも俺も超保守的。あ、そうなんですか。安心します、俺も。そっち乗りたい。バイバイ、ございますね。おい、前の気づいたら、あれ俺なんか走ってるみたいな。あれ、なるんですよ。横レールが電車走ってる時に、あれあれあれ、取れてる、乗れてなかったよ。そうでも、パッて乗れてたりする時もあるじゃないですか、もちろん。その時めっちゃ安心します。面白い。マ
なんかいろんな種類のやつがいて、俺はだからそこを一個一個見るみたいな感じで、多分まともな人間に育ててもらったみたいな。大変な反面教師。そうそう。大変ですね。大変ですよね。一番最初に死ぬと思います。やった。でもやんない。五人ぐらい殺傷する。最高だ。いや、それ俺が見つけた。正解。正解。